俺の股間は AWM、 はいどうも、スコアレです。今回はですね、まあ、結構僕のところにですね、アカウントが、データが取られちゃいましたみたいなお話がですね、よく来るんですよ。まあ僕もそういう動画を出してますし、まあ来ることは仕方ないのかなと思うんですけど、まあ基本的に僕にね、それを伝えたところで何にもなりませんからね、最初に言いますけど。何にもならんす。僕からできることは何もないです。ただ、現実を教えてあげることしかできません。まあ、そのアカウントハックで取られた、アカウントに関しては、まあ、運営の方に問い合わせれば戻ってくるんですよ。で、まあ、問い合わせるときもですね、まあ、こうこうこういう理由で、みたいな、こうこうこうで困ってるんですよね、みたいな、素直な気持ちを伝えること、そして嘘をつかないこと。まあ、もう一つは、あと一つは、その、詳細にその時あった出来事をすべて、書き記すことですね。それによってまあ返ってくる確率っていうのは上がってきますし、まあ、真摯な対応をですねされれば、ね、運営の方も真摯に対応していただけますから、人にあげたものっていうのは絶対返ってきますからね。まあそういう話はさておきですね。まあ僕に伝えたところでまあ意味はないんですけど、その中で一番その救いようのないですねアカウントの取られ方っていうのがあるんですよ。その取られ方をすると、まあ当然僕からできることは何もないですし、言えることすら何もないです。さらに運営に問い合わせても絶対に返ってきません。その一つというのは、アカウント交換ですね。アカウント交換で取られたアカウントだけは絶対に戻ってくることはないです。まあ、絶対 100% とは言えませんけど、まあ普通に常識的に考えたら、戻ってくる確率はまあかなり低いかなと思います。アカウント交換っていうのが、ゲーム内だったりとか、まあ、Twitter だったりとか、まあ、TikTok 上で、まあ、アカウント、公約行動のアカウントを交換しませんかと。自分のアカウント結構こういうの持ってるんで、あなたが持っている、このアカウントはこれ持ってるじゃないですかって。まあ、お互いこれ使いたいからちょっと一回交換しませんみたいな感じで話しかけるんですよ。で、話しかけてから、まあ、相手のアカウントを先にですね、まあ、もらっといて、そのまま逃げてしまうというですね、そういうやり方なんですよね。まあ、これによってまず相手が得られるメリット、これについてお話ししようと思います。相手がですね、得られるメリットっていうのは、まあ、そのアカウントがもらえるっていう部分なんですけど、アカウントをですね、その取ったまんまにしておくと、個人も特定されてしまって結構危なかったりしますので、アカウントをですね、向こうが入れないような状態に、取られた側の人間が、もう一回ですね、入れるような状況にならないようにするためにちょこちょこっと細工をした後、まあ、その後そのアカウントを売りに出すんですよね。まあ、最近はゲームトレードだったりとか、そういうアカウント、ゲームアカウント専門のオークションサイトっていうのも出来上がっていて、まあ、そちらの方で例えばフェラーリだったりとか、オーイだったりとか、まあ、最近で言うとランボとか降臨ですね、この2つを持っているアカウントをそこでまあ競売にかけたりするんですよね。それでお金儲けをするっていう。ことをされている方ですね、最近結構、まあ、よく見受けられるんですけれども、まあ、そのためにですね、大体アカウントを取ってるんですよ。で、その見バレしないようにアカウントを取りながら、そのアカウントを取るために使ったアカウントは少しまた名前を変えたりとか、偽装しながら、人のために、人のアカウント、また別の人のアカウントを取るために使うっていう感じのやり方だとは思うんですよね。で、このアカウント交換で取られたアカウント、なんで戻ってこないのか、理由は一つだけです。なぜかというと、アカウントの譲渡、交換、売買、これは、利用規約で禁止されているからなんですよね。なんでこれをまず禁止するかっていうと、ここを禁止にしないと、単純にそのゲームアカウントのリアルマネートレードが成立しちゃうんですよね。ゲームアカウントのリアルマネートレードって、その法律違反なんですよね。何の法律違反やったかちょっと自分もちょっと覚えてないんですけど、間違いなく法律違反やったんです。何やったっけな、景品取引交換法みたいなのあるんですよね。なんかパチンコのやつ、何だっけ、景品なんてら法みたいなのあるんですよ。パチンコの法律で。パチンコとかそういうギャンブルの法律でですね。で、そっちに確かね、引っかかるんですよね。確かゲームアカウント、ゲームアイテムの交換とか売買って確か引っかかったはずなんですよね。まあ、それで実際捕まることはないんですけど、まあ、企業がそれを推し進めているっていうのが、まあ、バレてしまった場合、推し進めていたりとか黙認しているっていうのがバレた場合、その企業としては結構その、ちょっと辛い立ち回りで求められてしまいますんで、そのゲームアカウント、まあ、ゲームのアカウントのリアルマネートレードは原則どのゲームも絶対禁止しているっていう、そういう状況なんですよ。そこを許可するともなんかその
ね、普通に反社会的な会社っていう風になっちゃいますんで、もう絶対その是が非でも許可するわけにはいかないですよね、どのゲーム会社も。まあ、例に漏れず、まあ、当然ネットイースもゲームアカウントの売買っていうのは、売買というか、まあ、譲渡とか交換も禁止してるんで、まあ、そこにね、触ってしまった方に対しては、まあ、その正当なね対応は絶対しないだろうなっていうのは、まあまあ今までの僕の話を聞いていたらわかると思うんですよ。だってそこのね、アカウント交換で取られてしまった方に真摯な対応をしてしまえば、またその真摯な対応をしてしまったことで、そういうねアカウントの売買を支援しているみたいな、そういう扱いにもなっちゃいますし、まあ、絶対そのね、そこに関してはね許可するわけがないですから、ゲームエイトしなかった、それは俺の事務所、ネットイースもですね、完全に間違えた、やばい、今風評被害だ、まあいいわ、まあ、ネットイースもですね、まあ、許可するわけはないんで、まあそんな感じなんですよね、絶対対応はしないんですよ。で、まあちょっと話変えますけれど、ゲームのアカウントを取られる場合って、大体自分のせいなんですよね。大体もう 80%、70% ぐらい自分のせいで、僕だって例えば Twitter とか、ね、Twitter のアカウントとか、ゲームのアカウントとか、YouTube のアカウントとか乗っ取られたことないんですけど、もう本当そういうね、取られる時のですね、取り方みたいなのがあるんですよ、大体。うん、まあ、その、すべてを防げるわけじゃないんで、僕も、まあ、なんとも言えないところなんですけど、まあ、上等手段、取る上等手段の部分さえ対策してしまえば、もう簡単に取られないんですよね。まあ、公営行動に関しては、もう単純です。SNS 連携をする、これだけでいいです。うん、で SNS も、まあ、セキュリティの固い Twitter アカウントか、まあ、LINE アカウント。まあ、LINE アカウントがおすすめですね。Twitter のセキュリティ固くできる人なんてなかなかいないんで。まあ、LINE アカウントが一番いいと思います。で、Twitter のアカウントと連携取ってもいいんですけど、まあ、Twitter アカウントが取られないようにするために、乗っ取られないようにするためにっていう部分も、加えて話すんですけど、Twitter アカウントのセキュリティを上げるためには、もうなんか変なアドレスにクリックしないことですね。Twitter の方から外部 URL に飛ばないことです。もうこれだけ。これだけでいいです。飛びたいときは、どうしても飛びたいときは、一回そのアドレスをコピペして、なんかアドレス診断ツールみたいな、そういう飛ぶリンクの先のねサイトを診断できるサイトってのがあるんですよ。それに一回その検査をかけてから、そのサイトが本当に大丈夫なサイトかっていうのをですね、そのリンクが本当に大丈夫なリンクかっていうのを調べてもらってから、いろいろした方がまあいいと思います。うん、そうすればほぼほぼツイッターのアカウントも取られます。基本ツイッターのアカウント、ツイッターのアプリとかからその外部のリンクに飛ばないように、外部のサイトに飛ばないようにする、もうこれだけで本当に乗っ取られないんで、うん、僕正直なんか診断ツールみたいなのあるじゃないですか、よくツイッター診断みたいな、あなたの傾向を調べますみたいな、あれも本当は俺あんまりしたくないんですよ。なんでかっていうと、あそこから乗っ取られるパターンってのも結構多いんですよね。またそういうなんか診断ツールのリンクを貼っとくじゃないですか。でリンク先のサイトは全然悪いサイトじゃないけど、そのツイッターとサイトの間にまあいろいろツールを仕込むことで、そのサイトへのリンクを押した人の IP アドレスを抜いたりとかできちゃうんで、まあ、そういう意味でも、まあ、自分自身の個人情報が特定されないようにするためにも、まあ、ツイッターから外部のそういうですねいろいろなサイトに飛ぶのは極力やめておいた方がいいです。まあ、特にですね、まあ、公約行動でそこそこなんて言いましょうか、名前が売れてる方、まあ、ツイッターで言うとフォロワー1000超えてる人とかは、その辺はちょっとですね、まあ、注意しながら立ち回らんと損しますから、まあ、その辺は気をつけておいてほしいなと思います。まあその話は戻しますけど、まあ基本的にアカウント、公約行動のアカウントとかツイッターのアカウント取られる原因はあなたのですね、危機管理能力の不足から来るものなので、取られた時は自分が悪いと思って、対応された方がいいと思います。取った相手が悪いのは当然なんですけれども、まあ、取った人のせいにしても、まあ、キリがないんで、この世の中には絶対悪い人ってのが存在するんですよ。ね、その割合的に。そういう人たちが来ないという前提で、自分にはそういう厄災を降り注いで来ないという前提で立ち回るんじゃなくて、悪いことはいつか自分の方にも、いつか一度は来ると。そういう建前で、まあ、その、コアコードもそうですし、Twitter でもそうですし、現実世界を立ち回ってみることを、
僕はおすすめします。こんな感じでいろんな情報を動画にしております。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。 Twitter やっております。フォロワーしろと言われたらフォロワーしますのでよろしくです。TikTok もやってますので TikTok の方もよろしくお願いします。ミラティブで作業中の配信、雑談配信などしておりますので、そちらの方もよろしくです。それでは。